皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画1本目は好調ジャムシキングスーパーコレクションです。マイルナジームスポコレです。ちょっとタイトルコールを失敗した？まあ気にしないでください。タイトルコールなんてね、合ってないようなもんだから。でもさ、好調ジャムシキングスーパーコレクションってさ、ところどころさ、噛みやすいよね。俺だけ？あ、俺はね、滑舌が悪いのはもともとだから。そこはもう気にしないで。いつものことだから。でもなんかさ、好調ジャムシキングスーパーコレクションってさ、もう俺慣れてるから言えるけどさ、多分、あまり言い慣れてない人がいたら、どっかでこけると思うよ。俺そう思います。俺だけ？まあ。スーパーコレでね、通ってるからね。でもさ、スーパーコレクションに関してはさ、ところどころさ、なんかさ、ねえ、何の話をしてんだ？スーパーコレクションはまだ言いやすいのか。好調者もシキング。好調者もシキングも言いやすい。じゃあ、どこで数分前で、30秒ぐらい前の各に一言。どこで噛むんだよ。どこでこけるんだよ。今考えてみたら、どこもこける要素ねえよ。あ、早口で言うとこけるんだ。好調者もシキング、スーパーコレクション。これをちょっと早く言うと、なんだろう。ちょっと、1.5 倍速ぐらいで言うと、多分、噛むというか、こけるんだね。そういうことにしておきましょう。ね。そういうことにしておいてください。まあ、試しにさ、誰かさ、好調ジャムシキングスーパーコレクションを10回言ってみてくれ。で、一度も、こけずに言えたよっていう人がいたら、多分滑舌いいのか、まあ、そういう、なんていうのかな、早口言葉というかさ、慣れてるのかもしれないね。俺さ、ピザゲームみたいなのあるじゃん。ピザって10回言ってってやつ。ピザって10回言うのに、ピザが言えなかったことある。なんだそれって思うでしょ。ピザってさ、誰でも言えるじゃん。ピザってね。で、ピザをさ、ピザ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 ってしてるとさ、途中さ、おかしな文字入るんだよね。ペザとか。まず、ピザがペザになることねえよって思うかもしれないけど、あるんです、おかくの場合。今でこそなくなったけど、なんかね、俺、ピザゲームのことを、ピザって10回言ったらペザになるよっていう、引っ掛けゲームだと思ってたの。当初ね。今は違うからね。俺そこまで天然じゃないから。昔は天然だったかもしれないけど。で、ここはって言って膝とか肘とかってやるじゃん。俺さ、ずっとさ、ピザゲームのことさ、ピザって10回言ったらペザになるよねっていう引っ掛けゲームだと思ってたの。多分、日本探しても多分俺ぐらいのもんだと思うんだけど、他にも言ったら教えてね。そんな人あんまりいないと思うけど。あとなんかさ、桃太郎とかさ、もあるよね。でさ、桃太郎って10回言ってって言ってさ、亀を助けたの誰って言って、浦島太郎っていうやつあるじゃん。あれ、浦島太郎だよね。すっごい確認したよね、今、俺。すっごいさ、初歩的な確認したよね、今。聞きました？浦島太郎だよねって言ったからね。てか、誰に聞いてんのって思うでしょ？誰もいません。今日は、ケイタ君は、いません。あのね、ケイタ君がね、一緒に撮ってくれるときはね、だいたいケイタ君のね、笑い声とかがね、入るかなー、入らないかなーっていうぐらいの、位置にいてもらえるのね。でも結果的に、ケイタ君の声入ったことって一回しかないんだよね。一回だけありました。で、ケイタ君が、お母さん気づいたんですけど、俺の声少しだけ入ったんですよね。確認してもらっていいっすかって言われて、あ、いいよって言ったけど、俺は気にならない程度だったのね。で、俺の声と、ケイタ君の声って多少似てるんだわ。だから、多分、ケイタ君が少し笑った声が入ったとしても、なんか奥さんが笑ってんのかなぐらいに入るし、あと俺がちょっと笑ってる時にケイタ君も一緒に笑うと、俺の笑い声に書き消されるから、多分、聞こえてないと。バレないと。書き消される。軽くね、噛むよね。もう、岡君のね、滑舌が悪いのはもうね、気にしたら負けよ。勝ち負けじゃないけど。で、そう、前にさ、質問コーナーでさ、なぜそんなに滑舌悪いんですか？生まれつきですか？って言われたんだけど、俺さ、小学校5年生ぐらいまでかな？いや、3年生ぐらいまでかな？とりあえず小学校中間から上級に至るまで、中学校前までね。だから、強いて言えば、6歳から10歳までの間ではない、多分。めっちゃ早口言葉得意で、滑舌めっちゃ良すぎて、アナウンサーになれんじゃないの？君って言われるぐらい滑舌良かったの。なぜそれがこうなったかっていうと、まあ、いろいろあったんですよ。で、中学校に上がった時から、滑舌が多少悪くなってきたんだけど、一番ね、ひでえなって思ったのが、15、6、7、8、20歳前だね。20歳前ちょっといろんなことがありまして、滑舌が完全に死にました。滑舌お亡くなりってやつです。
何が分かったかっていうとね、まあ、前にもちょっと軽く説明したんだけど、まあ、下顎に大ダメージを受けました。で、あまり顎が開かなくなった。あのさ、前誰かが言ってたんだけど、大きく口を開けて、ビッグマック、ダブルマックっていうのかな、なんか、でかいビッグマックみたいなのあるじゃん。ビッグマックなのか、あのダブルチーズバーガーかな、よくわかんないけど、うん、とりあえずでかいやつね。を一口で食べようとすると顎外れるよね、とか言って冗談で言ってたんだけど、俺ね、ハンバーガーを、小さいやつ、多分チーズバーガーってやつなのかな、通常サイズね。を、小6だかね、中1ぐらいの時にね、顎外して食べたことある。俺がわざと外したんじゃないよ。外れちゃったの。うん、あーって開けたら、パキって。そっからね、おかしくなったのね。いや、その前からもなんだけど、だいぶ顎が弱い。多分、ボクシングとかで戦ったら、顎狙えば俺倒せんじゃない?何を自分の弱点を晒してんのよっていうね。てかさ、虫キングのゲームのさ、画面っていうかさ、箱写しだから、俺はなんていう話をしてるんだよ。うん。誰も興味ないでしょ、こんな話。でもね、こういう俺のどうでもいい話が誰かに刺さるんだよ。お母さん、なんか俺すごい共感できますとか、お母さんの話めっちゃ面白いっすとか言うんだけど、もうね、ゲーム紹介とかゲーム紹介じゃないのとはもう今更突っ込んでも、もうね、うん、オチがないからさ、うん、いいんです。気にしないでください。で、今までさ、多分ゲーム紹介とかでさ、まともにゲーム紹介したのって、多分10回もないと思うんだよね。まあ、下手すればあるかもしれないけど。ただ、なんか新作買いましたみたいなのあるじゃん。例えばだけど、そうだな、カブトクワガタ買いましたとかいう動画出したじゃん。うん。あの時はちゃんと紹介した気がする。うん。まあいいよ。なんか、かんだか、こんだか、言って、かんだか、こんだかなんて言わないよ。かんだか、なんだかんだか、言って、もう7分も喋っちゃったね。そろそろ終わりにしましょうか。聞いてる方もね、だるくなってくるよね。俺も喋ってるとだるくなりました。てなわけで、聞いてくれてありがとう。これから俺は出かけてきます。それでは、聞いてくれてありがとう。また後でよろしく。